添加浮力を交換してもらいましたが、衝撃です。ウッドスピードで中古車屋なんですが、上場企業で車検もの時にチェックしましたって言ってたんですが、なんとプラグは錆びてるし、一個は軸が抜けて、挙句の果てにプラグコードも軸が中に残ってました。結局点火プラグコードも変えることになりました。いやー、参りました。おそらく4万5千キロですが、前のオーナーさん1回も変えてないと思います。でも正直これでエンジンはすぐかかってたし、レッドまで吹き上がってましたので、まあリーディングとトレーディングで1つのロータンのところに2つ点火プラグがあるので補ってたんだとは思います。以上、現場からです。